はい、どうも風石です。どうもこんにちは、プチュンです。今日なんですけども、ナンパ企画やっていきたいと思います。思います。今回はまたプチュンさんに来ていただきたいので、インタビュー形式でやっていきます。はい、質問内容なんですけども、女性の彼氏とか元彼の写真を見せてもらって、まあ、自分の顔と比較して整形が必要なのかどうかを検証していきたいと思います。でね、女性はその外見、顔とかを重視してるのか、それとも内面、はい、中身を見てるのか、はい、どっちなのかなっていうのがちょっと本音が気になるので、ちょっとその辺の調査もね、していきたいと思います。はい、それでまあナンパしていくという感じでいきます。それではやっていこう。やっていこう。はい、来ていただきましたら、宮下パークの美女限定で聞いてるんですけど聞いてるんですけど、はい、聞いてるんですけれども、今は彼氏さんはいらっしゃいますか？あ、いないです。いないです。いないですか？いない。びっくりした。いない。元彼さんいますよね？はい、います。今ちょっと美女がどんな人と付き合ってるかっていうのを調査してて、よかったら僕らだけでいいんで写真を見せていただきたいんですよね。元彼の写真ですか？元彼の写真をちょっと調査してて、どういう、いつの、いつの、今はもう全然ある人ので、やっぱ今の時代ってその、まあ、ひもてな男性陣が多いんですよ。そうなんですよね、奥手な男性が多くて、まあ、ひもてな男性陣、まあ、僕たちもなんですけど、はい、そういった男性陣に向けて、そのこういった男性なら、ね、はい、美女のお姉さん方を彼女できますよっていうのを言ったなと思ってて、はい、そうなんですよね。あと、うち、今彼女との写真しかないんだけど、今でもいいです。全然いいですよ。こっちの人、こっちこれ、おいよー、動画に収めてもらって、ちょっと人は上がりました。これやっぱ今あれ、彼氏いないと言いませんでした？あ、だから元カレ。あ、元カレか。自分のを見せてもらってもいいですか？どんな感じ？化粧さん、これ僕に似てますね、結構。似てるって。マッシュ系ですね。へぇ、すごい。マッシュ系好きなんですか？いや、なんか別れた後に、はい、なんかイメチェンしてました。あ、そうなんですか？別れる前ってどんな髪型だったんですか？いや、全然普通のなんか、別にマッシュでもないし、普通の短髪みたいな。ああ、なるほど。なんで別れちゃったんですか？いや、なんか合わなくて、ね、もともと仲良かったので、友達感覚が抜けなくて。かわいい感じで。なんか、あ、まあ、恋愛関係というか、友人の関係で、あんまそういう気持ちに入り込めなかった。入り込めなかった。はい、こちらのお姉さんの、あ、見せない。やばいよ。あ、大丈夫です、モザイク、あ、今カットするんです。あ、すごい、あの、イケメンの可愛い、可愛いのにイケメンみたいな。はい、ずるいね。やばい、ずるい。マジ、もう条件がそうすぎてて。ずるい。ずるい。ね、どうですか、今の、あの、率直な和彦さんのお気持ちは。でも僕とちょっと似てる部分が、何個かあったんで。似てる部分があるね。これ結構いけるかもしれないですね、もしかしたら。どうすか、お姉さん方は和彦さんと連絡先の交換はあるかなって。連絡先連絡先ちょっと重くなっちゃうんですね。ちょっと LINE だけ交換しろって。変わんない、変わんない。連絡先変わんない。ちょっと LINE だけでいいですよ。 LINE 連絡先って言うと重くなっちゃうと思うんで。同じ。変わらん。LINE は、お、LINE はってことは、違う、LINE は、OK。 いや、ダメ。あ、LINE はダメ。残念。じゃあ連絡先いいですか？何の連絡先ですか？ちょっと電話番号と。電話番号も、一番ダメ。あれっす、ストーカーされちゃいますね、電話番号で。電話番号でストーカーできないです。もう着拒されたら終わりですよ。確かに。間違いない。じゃあダメと言う。はい。じゃあ、お姉さん、っていうか、お姉さんは、いや、ちょっと、なるほど。顔が厳しめ。いや、OK。 え？OK。 治ってますよ。厳しめということで、プチュンさんならいけるんじゃないですか？プチュンさんならいけるんじゃないですか？あ、じゃあプチュンという YouTube のやつ、はい、僕はダメって分かったんですけど、彼はどうですか？う
多分でもカメラ止まったら交換すると思うんで。すごいっすね。まあ一旦カメラ止めますかね。じゃあすいません、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやちょっと僕たち今調査している内容が、はい、まあ彼氏さんがいるかいないかっていう調査をしてます。今いらっしゃいますか。いません。あ、誰ともいないんですか。はい、元カレさんは。元カレ？元カレはいますか。あ、いなくはない。私いないです。あら。いなくはない。元カレさんの写真を僕らだけに見せていただきたいんですよね。持ってないんですよ、それが。あ、もう消去されてる。はい。いや、もう結構そういう消しちゃうっていう方が多いんです。消したっていうか、なんかその携帯が変わった時にバックアップをするのがめんどくさくて、あ、そのまま入れてないみたいな感じです。なるほど。はい。そういうことか。別に消したくて消したわけではないんだ。そういうわけではない。そういうことですね。はい。ちなみに芸能人でいうとどんな方に似てますか。似てる人？はい。で、そんな芸能人なんかにいないです、似てる人。そうなんですか。なんか庶民的な庶民的な顔だった。はい。結構庶民的って言われるんですなんかよかったら今度イルミネーションも一緒に見に行きたいんで、ラインだけもらえませんか。すでにイルミネーションがあるんですけど、多分ここでもいいんですけど、ここでもいいです一緒に見たいんで、彼からの熱い、ちょっと遠慮しておきます。あら、はい、遠慮しなくていいですよね。遠慮しがちなんです。遠慮しがちなんですか。はい。なんか、ちなみになんですけど、なんでその NG 出しちゃったんですか。え、なんか、そんな人付き合いが好きじゃないそもそも結構そんなにサバサバしてる方なんで、LINE も週1回ぐらいでいいんで、週8回ぐらいでもいいんですけど。週8回はい。超えちゃったんだ。なんか、別に、そんな今、はい、男を欲してないんで。男を言い方が、なるほど。あ、さっきかさっきか。ゼさんは、急に来たね。急に来てちょっと戸惑いを隠せない。分からない。じゃあ、LINE だけいいですかね。いや、そんなちょっと大丈夫です、私も。あ、大丈夫。あ、いや、遠慮しますという遠慮します。用意しますよ。ダメですかね。ちょっとダメですか。はい。あー、じゃあ、姉さん。いらない。いや、いらない。残念。じゃあ、自分、僕たちは彼は、じゃあ、あれ、自分、僕ダメだったんで。あ、なんか、あ、そういうことじゃないですか。はい、ちょっと人見知りなので、ちょっとシャイなんで。いや、僕もシャイなんで大丈夫ですか。シャイ同士だったら、シャイ同士で、シャイシャイしたいんで。シャイシャイ、初めて聞いた。一人でシャイしたい。一人でシャイしたい。シャイシャイ。シャイしたくないですか。シャイ、ちょっとシャイシャイ。あ、シャイでいいですか。シャイシャイの意味がよくわかんないですね。いや、二人でシャイシャイしたいなと思って。ちょっとなんか、それはなんか、よくわかんない感じになっちゃう。なんかいいじゃないですか、シャイ同士なんか見つめ合うだけでいいじゃないですか。なんかちょっとシャイには難しい。知らない人とその見つめ合いとか。見つめ合うとダメですか。はい。素直におしゃべりできないですもんね。ちょっと難しい。ちょっと難しい。厳しいですね。厳しめということで。はい、実はこれ企画でして、はい、まあ、僕たちそのインタビューっていう感じで女性陣に声かけてるんですけど、結構実はナンパっていうやつでして、インタビューに見せかけてのナンパなんですけど、まあ、それでも NG と、はい、あ、これが現実ですね皆さん。そうですね、結構僕たちのチャンネルって男性陣が見てらっしゃるので。そうなんですか。こういうきっかけでなんか、まあ、連絡先交換できるのかなとか検証してるんですけど。そうなんですよ、想定しか見てないんですよ。やっぱダメな人はダメって。なんか、なんだろう、知らない人はちょっといい。ちょっと知らないか。でも、結構知り合ったじゃないですか、もう。今だから。今。やっぱインタビュー以上でもいいかでもないみたいな。それ以上。すごいはっきり言われた。ぐさっときましたね。ぐさっと断られた。ごめんなさい。正直ですいません。ぐさっときましたところで。おはようす。ナインシン。え、これ？ナインシン。フリーメイソン。フリーメイソン。ありがとうございます。ありがとうございます。宮下パークの
下のところの美女限定で聞いてるんですけども、今って彼氏さんはいらっしゃいますか？あ、います。います。あ、それともいるんですか？パーフェクトですね、はい、じゃあ僕ら美女の彼氏さんの容姿がどんな感じか調査してまして、よかったら写真の方を見せていただきたいんですよね。あ、まあ、動画には出さないんで。あ、動画に出さないんだったら、はい、僕らが見てリアクション取るんで。確かに、彼氏さんがある。あ、こう、あ、じゃあちょっとそう姿撮れますか？僕に似てるかな。あ、違う。こちらちょっと僕に似てる。いや、似てるような。似てないですね。似てないな。似てなかった。あららら。似てないと。似てないということで、ことで、僕、はい、ちょっと整形してその彼氏さんに似てるような感じにしてくるんで。違いすぎるか。まあ、それはいいとして、まあ、LINE だけ交換してもらえませんか？無理です。無理です。すいません。はい、ということで、すいません。まあ、NG だった理由をさせていきたいんですけど、その LINE がなんか交換 NG って同じ作品おっしゃったんですけど、はい、その理由って何ですか？理由って何でしょうか？え、普通に交換する理由がない。なるほど、確かに理由がない。これ実は企画でして、その、まあ、インタビューをするにと見せかけて、まあ、お姉さん方をナンパするっていう企画をしちゃったんですよ。あ、そうなんですか？はい、そうなんですけど、まあ、彼氏さんがいたということで、彼氏さんが実はいるということで、はい、まあ、意外にもいるというか、まあ、嘘です。それは失礼。まあ、僕たちは敗北しましたから、敗北、負け犬ということで、僕は、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。